こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キラーファンタジー始めていきたいと思います。おはよう。今日も一日頑張ろうね。日に焼けやすいので日差しがちょっと心配だ。これ最後レベルアップか。すごいわ、さすが私のすごいわ。よーし、頑張ってくぞ。体動かすのも大事だよね。よし、行くとしよう。こういう世界も結構面白いな。あと2日ですね。思い出すな、ショッピングモールにいた頃のこと。こいつだ、やりきりましょう。メグ姉ならどうするかなって思うの。あの、へこむ。いいんじゃないかしら。ですけど。おい、はい、ん、どうした。悩んだ時は、違うぞ。そうね、違うよ。そんな。なるほど、そんな。そうだね。だね。いいですね。よっしゃ。あの、いいね、いいですね。
悩んだ時はメグ姉ならどうするかなって思うの。これ二つだけ。私は大丈夫ですよ。環境の変化には慣れているので。タケやユキ、生徒たちこ。私は大丈夫ですよ。環境の変化には慣れて。どうしよう。これ素材を集めるのが良さそうだが、これは勝てないよな。収集クエスト見てても。まあ、1回ずつそれをやるかな。準備できました。行きましょう。先輩らしいところ見せないと。正面突破で行きましょう。素材さ、後ろがカラッだぜ。今は我慢の時だね。やったな。なかなか強いですからね。私だってやる気ですよ。頑張れみんな。きっと大丈夫。私もやりますから。やるしかない。大丈夫か。あらあら、みんな元気ね。甘く見ないことね。あかん、全然あかん。これ死ぬ。まあ死んでも構わないけどな。870しかないのか。ほら、しっかりして。やられたら終わりだな。あとピーチなんで、もう一気に仕留めましょう。大丈夫だよ、平気平気。この幸せはみんながいたから。痛かったらごめんなさいね。1体数った。残り2体。私だって本気になるんだよ。どうなるの。頑張ってるわね。交代振るわ。腕が鳴るわ。よいしょよいしょ。みんなで食べましょう。なかなかいいから。落とした。今日はごちそうにしましょうか。ちょっと何回だって挑戦するよ。気を引き締めていきますよ。ここまでです。こうしてやるやい。守りもしっかりしなきゃ。
そうしました。イエーイ、キララさん見てます？日も上がりましたね。月属性は リスクもあるからな。どちらにしても早く倒してしまわないといけません。よし、準備 OK。 負けられないよ。なんだこのクラゲ。これがこんな効力だっけ。クレーターができちゃうかも。何があるかわからないからな。え、一つ死んだ。何があるかわからないからな。意外な攻撃力。あれ、これってこんな攻略だっけ。いける。強いですね。相手してやる。手へ貸すぞ。応援でもらった勇気返さなきゃ。新鮮なお野菜ありがとうございます。しっかり栄養とって免疫力アップで。ではラブレター。うわー、思いが詰まってて私すごく素敵ですね。頑張ります。高いですね。見たか、これが安なパワーだ。行きましょう。来たな、負けっかよ。これで勝てる。はい。そうだろう。アズニャン投入。早めに投入した方がいいです。どんな敵でも油断禁物だぞ。思いを込めて演奏します。聞いてください。こんな声だったっけアズニャン。アズニャンじゃない、ごめん、ミオだ。やるっきゃないよね。風属性何のため。チョコレートメロディー。いってー、これなら。キリン流れ。これをこうして、あして、こうだ。必殺。なんだっけ。攻撃されてると思うな。ほうほう、見たか、これが安なパワーだ。たくさんいただきました。ちょっといす、ありがとう。じゃあ行ってみよう。どこまでパワーアップできんだろう。おはよう。朝から鍛えるぞ。
にあと8回だな。あと2回ってかけてます。使い続ければ上がるってことですね。ゆうちゃんはまだまだです。コース先生もまだ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 。赤なんだけど、赤がそんなに強くないんだよな。最強メンバーで行った方がいいかもしれない。これが赤のメンバー。非常に不安が残って、特別武器はない構成です。これは厳しい。だといって土属性じゃ弱いしな。いつもの最強メンバーで行くか。で、炎属性の助っ人を入れる。これどうかな。準備できてるよ。早く行こうよ。皆さん準備はいいですか。本当にこいつ強い。ほら、しっかりして。人に集中させた方がいいかもしれないな、攻撃力を。守りもしっかりしなきゃ。で、自分の回転率を上げる。間違えたかな。これでどうです。何するんですか。ここだ。ほら、皆さんのやる気をアップします。守りもしっかりしなきゃ。加速してるんだ。本気の力見せてやるです。アズミアも強いんじゃないの。行きます。アズミア。そうでもないか。クリティカル率はアップです。手加減しませんよ。ごめんなさい。
戦いは何も生まない。覚醒はいいね。みたいな。気分がいい。守りもしっかりしなきゃ。何するんですか。ドゥンドラマ。今は我慢の時だね。痛いやつ行くよ。すまん。これでどうです。だいぶ減りましたね。自殺回復をしないのかこいつは。みんなと一緒ならできるよ。どうかな、聞いたかな。皆さんのやる気をアップします。一緒にやろうよ。行きましょう。4万6000兵つって。もうちょっとですね。あれ？こいつ自動回復しない時か。はい。本気の力を見せてやるです。いきます。1万5000。自動回復するんだ。守りもしっかりしなきゃ。あ、回復しやがる。いやー、え、なにこれ、バリア入ってる。いやー、手加減しませんよ。どうしよう。こいつが、この時のために練習したんですから。いきます。そう、すごい。来て来て。
手加減しませんよ。倒せた。やりました。やったー、勝ちましたよ。最後すごい回復するのになかなか削れませんでしたが、勝つことはできましたが、さらに強化バーがいるんだよな。何これ、アルシーブって。ゆずこはかなり削れるな。行ってくるです。私に任せんしょーい。強化バーなんですよね、こいつは。こうしてやるよい。今は我慢の時だね。くらえです。ふほう。何するんですか。頑張れみんな。どうかな、聞いたかな。全然違うわ。アシスタントの経験を生かします。本気の力見せてやるです。いきます。やっ、おゆだ。勝っていいの。できるんだよ。どうかな。行くよ。やった。きっと大丈夫。これ以上邪魔したら許さないから。手加減しませんよ。どうかな、聞いたかな。思いっきり行くよ。行くよ。はい、ダメージを与えない。ナーズにはまっしぐらの方がいいが、なんか副次的効果あります。何するんですか。5秒間アップする。これでどうです。いいですね、お兄ちゃん。いくよ。ダメージを与え合う。いきます。いいですね、一気にへけやした。どうかな、聞いたかな。
守りもしっかりしなきゃ。2人にリカバリーが与えられます。これならあとで使いましょう。ババ、ごめんなさい。使いどころは肝心。使いどころが肝心だな。一応自分が死んでは元も子もないですが。今は我慢の時だね。先生ちょっとやばいな。お願い間に合って。力が湧いてきます。きった。私たちで頑張ろう。せーの、いきます。効果ないの一体。ここで回復させない。効果があるときに。いきます。ない温泉。行くよ。何するんですか。死なないように。これなら気をつけないと。自分を回復か。アズニアの方が良かったか。ごめんなさい。この時のために練習したんですから。いきます。何す、ごめんなさい。これはちょっと大ダメージだ。やられたい。
セットしたい。よいしょ。それが確率。こんなことでよければ。なかなか知らないですね。してしまいますからね。行くよ。ようやく13万まで回復させられた。ごめん、やっちゃった。当然リトライです。きっと大丈夫。間違えた。コウ先生がやられてた。やっちゃった。サポートします。痛く。みんなと一緒ならできるよ。全然安全にあるんです。もう使っちゃってんのこれ。いや、そんなことはない。勝っていいの？そんなことだってできるんだよ。どうかな。3000か。何するんですか。ペロペロペロ。うん、これで大丈夫。来て。やった。力が湧いてきます。来て。やった。
ない線。行きまーす。皆さんのやる気をアップします。何するんですか。これで締めましょう。行くよ。なんで2012なんだ。なにこれ、ほとんど元戻ってるよな。応援の力はすごいんです。これかけないと。しかいないから。本気の力見せてやるです。いきます。17000。やばいやばい。いくよ。無理だ。観客もいないしね。いやあ、ほとんど一緒だ。ごめんなさい。やるしかないな。もっと強くならなきゃ。何が来てもへっちゃらだい。ほら、しっかりして。行ったったー。よっしゃ。
は我慢の時だね。諦めます。今回はここまでは来たんですけどね。きっと大丈夫。強すぎます相手が。動けなくなった。よいしょよいしょ。悔しいな。頑張りが足りなかったかな。さすがに家でしゃあないです。少し頼み助かっちゃったね。アマウさんの従業員にならないなんてね。トレード。早朝早起きは三文の徳。こっちは今だけ。これはそんなに重要じゃない。今のおすすめ。ここもそんなに重要じゃないってことで鍛冶屋へ。また来い。すがすがしい朝だな。頑張ろう。これで湯のレベルアップさせればいいですね。そうすれば武器を進化させられます。何を鍛えるんだ。完璧。何を鍛えるんだ。いけるか。いけた。進化。すげえ。隠れた力に目覚めたみたいだ。ということでこれ最後ですね。街の人から話を聞いてきたんですけど。ルボイス。最近この街では魔物がたくさん出没しているんだそうです。そっか、だから外を歩いてる人が少なかったんだ。魔物が少し落ち着く時間まではじっとしていた方がいいと言われました。うん、そっか。じゃあ綺麗な景色を見ながら歩き回ったりはできないね。すみません、こんなことになってるなんて私知らなくて。あ、ううん、気にしないで。連れてきてもらえて嬉しかったし。でも、はあ、ナズナちゃんも困ってる。ナズナさん、隅っこでしゃがんじゃいましたね。やっぱりナズナちゃん、魔物は怖いよね。こんな時サエさんやヒロさん、ノリちゃんやミヤちゃんがいたら何かいいアイディアをくれるかもしれないのに。ひだまり層の人たちとは本当にいい関係なんですね。いつでも相談できるなんて信頼し合っていて素敵です。うん、私が落ち込んだ時はサエさんやヒロさんに相談に乗ってもらったし、のりちゃんやなずなちゃんは新鮮な言葉をたくさんくれるし、みやちゃんはいつも元気づけてくれるんだ。はあ、やっぱり私一人じゃダメなのかな。
ユノさん。わ、ごめんね、愚痴っぽくなっちゃって。私、もっと頑張らなきゃダメだよね。いえ、弱音を吐きたくなることは誰にだってあります、うん、誰だって完璧な人間じゃないんですから。完璧な人間、確かにサエさんもヒロさんも完璧ってわけじゃないけど、でもとっても素敵な先輩だよね。ユノさん、大丈夫ですか？うん、大丈夫だけど、その落ち込んでるみたいだったので心配になって。そっか、ありがとう。ナズナちゃんこそ大丈夫？ママも怖いですけど大丈夫です。あれ、そうなの？はい、魔物は怖いですし、この世界に来て不安なこともたくさんありますけど、でも先輩たちがいてくれるから大丈夫なんです。さっきは急だったからびっくりして怖くなっちゃったんですけど、でもユノさんが一緒だから大丈夫って思いました。ちょっと時間ないかもな、これ。そっか、私が日だまり像のみんなを頼りにしてるのと同じなんだ。ナズナちゃんも私を頼りにしてくれてる。落ち込んでる暇はない。先輩として頑張らなきゃ。あのユノさん、ナズナちゃん、もしかしたらこれで切れてしまうかもしれません。どうしたんですか？突然元気になりましたね。私ナズナちゃんのために頑張るから。何か私にしてほしいこと。ナズナちゃんが元気、それじゃあキララちゃん、これで終わり？なんか決意をしたみたいですね。はい、ということでありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。